はい、おはようございます。会長です。今時間が4時半なんですよ、朝の。で、今日はですね、ルミナスの、誕生秘話というか、彼ら2人との出会いと、あと、大会どうやって勝ったのかみたいな、思い出語りをしていきたいと思います。1戦目の3分間で、2人との出会いを語って、2戦目で2019年の大会の話して、3戦目で僕じゃなくて、2020年今年の大会の話をしていこうかなということで、喋ってるだけじゃ面白くないので、プレイしていこうということで、やりながら、最初トロサーモンデッキでやっていきます。バーゲンセール大好きなんで、彼。バーゲンセールってぬるぬるやってるの、あれ。ということで、早口で喋っていくんで、滑舌はいつも以上に悪いんですけど、いつも悪いんですけど、やっていきます。で、トロサーモンとの出会いからやっていくんですけど、僕とトロサーモン、とりあえずまずリリース時でなんですよ。なんか遠くね、遠くね。で、リリースしてるんですよ。リリースはしてるんじゃなくて、リリースしてから、初めて入った僕がギルド。最初ってやっぱ有名とか無名とか何もなくて、みんな同じぐらいじゃないですか。なんかいるんだけど。だから、とりあえずギルドに入って友達作ろうと。友達作るにはギルド入って、やっぱ大学とかもサークル入ったりして、友達作るじゃないですか。あと必修の科目とか、高校だったり部活とか。なんで、とりあえずギルド入ろうと思って、なんか適当に、募集してるところを、応募して、入ったら、トロサーモンがいたんですよ。トロサーモンがいるとか思ったんじゃないですけど、いて。痛いんだけど。20人ぐらいの、少人数ギルドで、結構なんか、ギルド感じゃなくて、ギルド内の仲も良くて、結構 DM でわー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 騒いだり、別ゲーしたりして、楽しいギルドで、いろいろあって、もうないんですけど、さすがにね、4年も経てばなくなるもんなんですけど、で、そこにトロサーモンいて、で、仲良くなりました。だから結構昔から PS 勢で、僕も、ファーストシーズン、セカンドシーズン、サードシーズンとか結構ランカー取ったりして、最初からイケイケって言い方おかしいけど、イケイケだったんですけど、倒せないの？これ。だったんですけど、結構彼とも戦ったりして、彼の方がランキング高かったんですけど、僕が30何歩で、彼は20何歩とか取ってたんですけど、それで、仲良くなってっていうか、もう最初から仲いい感じですね。で、結構、トロさんは最初からもう PS 勢やられてて、もうなんかタイマン最強みたいな、トロサーモンがタイマン世界一みたいな。何何何何？タイマン世界一みたいな感じで、彼は最初からイケイケでした。僕よりイケイケでした。というわけでトロサーモンと出会いでした。ピカチュウは、ですね、なんだけど、てっぺんバトルで最初の、ルミナスが最初に出て、最初に出ていきなり優勝しちゃったんですけど、その時にトロサーモンが大会出ようぜって DM かなんかしてきて、いいよっつって、もう一人誰っつって、で、ピカチュウ連れてきました。それがピカチュウとの出会いなんで、別にエピソードは何もないですっていうわけで、次の試合いきます。そんなこんなで、ルミナスは出会って、大会の舞台に立つことになりますと。いうわけで、2戦目は、ルチアーノデッキ、ピカチュウデッキではないんですけど、ディーワワゲン、ルチアーノはピカチュウが先駆者と言われているのかもしれないけど、知らないけど、やっていきたいと思います。で、ルミナス、5月てっぺん優勝したじゃないですか。その頃結構、僕がアタッカーしたりして、全ロール使ったり、みんなでなんか、交代でロール使って、みんないろんなロールしたみたいな。で、結構すごい楽しかったですね。だからその頃まだ環境がいい感じで、なんかいろんなキャラが強かったんですよ。なんで、いろんなデッキもできたし、最初僕ら、その頃リンレンとか結構強く使
ってて、まああとクレレレチとアダムとかで、まあ今引き寄せ連撃が最強で、引き寄せ連撃なになになに、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、まあ引き寄せ連撃が強いんですけど、まあクレレで引っ張って、で僕がアダムでフルカノで進化無化でなんかぶっ飛ばすみたいな、まあ、最強のね、コンボをね繰り出してたんですけど、っていうかタイマンがやばそうだわ。まあそんなこんなで5月てっぺんはまあなんか優勝します。っていうかあの僕2019年のてっぺん出てから火力高っ、2019年のてっぺんなんか全部出てたんですよ。なんかいろんな人で出てで全部勝てなくて、まあいいとこまで行ったんですけど、ブロック決勝とか全然結果残せなくて、で5月は最後なんですよ、てっぺんの。まあ今年のてっぺん結構今月10月が最後なんですけど、まあ、そんな感じでもう最後に1勝枠でみんな強いとこ勝って、もう勝つならここしかねえよみたいな、いやワンポイントなんだけどここしかねえよみたいな感じだったんですけど、でなんか勝って、でもこれ勝つしかないやんと思って、あれなんか取れそうで頑張って、ファーストステージっていう、まあなんかかっこいい名前の、なんかめっちゃ速くね、そんな感じでファーストステージは、まあ、グスアクアっていうね、多分見てる人とか最初から見ててくれた人とか分かると思うんですけど、まあもうチート級のね編成とか使っちゃって、まあチートで勝ったんですけど、まあ、チートじゃないんですけど実は、やばえやばトレ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 、まあ、そんな感じでファーストステージも、まあ、最強の編成いっぱい使って勝って、でなんだっけ、まあ、そっからもう何もなくて、ずっと非公式大会とか出まくってて、僕らもルミナス大会出れないんでグランドスラムで非公式大会出まくって、まあ最大5連覇ぐらいしたかな、5連覇か6連覇ぐらい非公式大会勝って、でグランドスラムです。でグランドスラム勝ちました、うん勝ちました、はい。というわけで2020年いきます。まあなんか非公式大会頑張ってグランドスラムも優勝して、晴れて2020年に突入と、まあ、グランドスラムはなんかまあ無敗で優勝できて嬉しかったですね、なんか勝ちました。というわけで2020年なんですけど、ですね、ウェルプレデリークてか 1,2,3 月のてっぺんがあったんですけど、それはもうなんか出れなくて、てか出させてもらえなくて、まあお預けになって、まあ最初に出れたのがウェルプレデリークで、まあなんか日本一じゃん、日本一だからもう勝つしかないやんみたいな感じで、予選はね、バリバリになピエールかな、全盛期ピエール全盛期とかだか忘れちゃったんですけど、はい。で、PL 全盛期で、まあ、ゴリゴリに PL 使って、やばい。勝っていくと。で、まあ、予選は普通に勝ちまくって、勝ったんですよ。まあ、予選勝ったんですけど、本戦で結構なんか、T ブレイクっていうね、もう最強のチームがいて、で、負けたんですよ。負けてはいないんですけど、で、
D1 は、まあ、まだいけそうじゃねみたいな感じでやってて、で D2 はなんか、あ、2-1 なの、俺攻めるか、え、ちょ、やばくねこれ、帰るか、2-1なんですけど、2-1じゃなくて、ティーブレイクにやばそうで、普通に、J2 なんですけど、まあ、トロサーモンが寝坊してたんですよ。寝坊っていうか、寝てたんですよ。寝坊はしてないんですけど、寝てたんですよ。寝てて、で、練習できなくて、まあ、僕ら全然練習しなくて、やっぱ練習するしかないじゃんってなって、直前に練習しようと思ったんだけど、その直前に寝てて、結局練習全然できなくて、まあ大会に臨んで、まあ、案の定ボロ負けして、まあ D2 全敗したんですけど、で結局2位だったんですよ。で、まあ最初の大会は、まあ、準優勝という形で、あのめっちゃ連切りしてるんだけど、まあ終わってですね。はい、なんかもう喋りながらやってるからやばいわ。まあそんな感じで、全敗してワールドプレイリーグ終わって、で次なんだろう、ルミナスクイテか、ルミナスクイテはめっちゃ楽しかったですね。あれめちゃめちゃ楽しかったんで、ちょ、もう一回イベント呼んでほしいですね。てか何回でもイベント呼んでほしいですね。うまい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 からもういいわ。めちゃめちゃ楽しかったです、本当に。で次何、まあ、7月てっぺん、まあ、久しぶりの大会ということでね、まあ、ちょっと張り切ってまして、まあ、タンポロっていう最強の編成がまああって、僕らも結構自信あって、まあ、タンポロ使ったらそのまま勝っちゃったんですけど、でそのまま、次の年、次の月かに、日本代表戦があって、日本代表戦、日本代表戦もなんかあんま練習できなかったんですけど、なんか気合もう勝ちて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 って言ってたら勝てて、で日本代表になりました。ちょっと試合内容的にあんま良くなかったんですけど、気合で勝ちました。というわけで、違うわ、ウェルプレイドリーグのサードゲートも予選頑張って勝って、タンポロ使いまくって勝って、本戦はやっぱタンポロ使えないんで、まあ、どうしようかなって、普通に3人していけば、まあ、一緒できるかなって思って、まあ、3人できる感じで戦ってたら、天の塾がめっちゃ5-0しまくって D1 で、あ、やべやべやべってなって D2 で、俺らも 5-0 量産しようっていう感じでめっちゃゴリゴリに攻める編成してて、でなんか奇跡の逆転して、多分結構盛り上がったと思うんですよ。で優勝して、まあこんな感じです。で日本代表戦が今月の何日か分かんないんですけど、まあ末にあるんで、まあちょっと皆さん応援してください。まあ、こんな感じでめちゃめちゃ早くして、まあ走りまくっただけなんですけど、ルミナス誕生秘話と、大会の話でした。まあ普通に無理なんで、こんな短時間で喋るのは、まあ今度いつか、なんだっけ、配信で喋っていこうかなと思います。というわけで、日本代表戦の応援のほどよろしくお願いいたします。バイバイ、おやすみ。